ジョトール工部18年2月27日は民発の将軍。字は天徳。娘のジョコ号は永楽三角の皇后である。主元章の旗揚げ時から協力し、元を追って明王朝を建てるのに大きな功を挙げた。欧州勝利の農民出身で、同郷の主元章とは古くからの親友であったと言われる。1353年以降、 主元将と行動を共にして、黄金軍に参加し、主元将が台頭してくる中で側近として活躍し、1364年に主元将が豪となると、ジョトールもそれまでの数々の功績を称されて、大将軍、左将国に任命された。ジョトールは、軍人としての才能に優れ、軍閥の長島こととの戦いや三島の平定に功績を挙げて、 進むトリコ大将軍に昇進。主元象による高難の平定がなり、民が建国された1368年には、元朝の支配下に残された下北を奪取し、中国の統一を回復すべく派遣された北伐軍を率いて北上し、河南の元朝側の軍閥ココテムルを破り、元の皇帝とゴンテムルを北に追いやって、大統占領、中国からモンゴルの勢力を駆逐した。 ジョトールはこの功績をもって、民の大祖となった、主元祥から創業第一の行進と、称され、右上将、技巧に任命された。その後も、元との戦いに活躍するが、功績を立てすぎたことから、皇帝となって、疑心暗鬼となった、主元祥に次第に疎まれるようになっていた。ジョトールは、軍旗には厳粛で、冷静沈着。 第一の更新となってもおごることがほとんどなかったため、軍内においてその人望は非常に高かったという。54歳で病没した。彼の死は、その有能さと名望を、主現章に恐れられて毒殺された説もあると伝わる。この除基祖が、義行を継いだが、西南の辺で、県分帝側についたため、乱後に湿気を命じられ、不遇のうちに没した。主元章時代の民のと、 南京にある、ジョトールの邸宅は、千円、太平天国歴史博物館として現存している。ありがとうございます。